まま続けていきたいと思います。今日も都内を中心に活動しているホワイトフェネックのミラです。よかったら立ち止まって聞いてってください。拳をください。ウォーイウォーイウォーイ。生きることは大変で難しい、一つの出来事でさえも気だるくて、もっと器用に生きられたらな、そうとつぶやきながら消えてしまいたいと思う。取り残された影のようになくなる存在か。まだ大丈夫、限界じゃないから、自分のことを犠牲にしてきた。本当を閉じ込めた心を癒すことはできるのかな。助けを求め、周りを見てもくだらない大人ばかりで、ああしていればこうしていれば重ねて後悔。正しいことをしていい子にしてたら、少しはいい気もしやすくなる。パパから期待していたって変わらないのなら意味がないの。たとえ今日は控えめ、つらつら考えてたって何も解決策はない。もう無理やだやだ、何もしたくない。今日もまだ大丈夫、限界じゃないから、って自分のことを犠牲にしてきた。本当は閉じ込めた心も今は体の一部だから、愛していくよ。どうもこんばんは、ホワイトフェネックのミラと申します。